こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか余裕ですね。と話すのは個別指導塾の経営者。7月31日から8月1日、全国高校総合文化祭などに出席するため、岐阜県を訪れる秋篠宮ご夫妻に久さひ様が同行することが分かった。昨年の鹿児島県に続き2度目の地方公務、宮内庁法 B は、 将来の天皇としての自覚が高まった、と称賛するが、筑波大附属高校3年の悠仁様にとっては受験の追い込みの時期だ。大学入学までの道筋がついたのではないか、と塾経営者。最有力とされる東大や筑波大への推薦入試で、めどが立った、と推測するが、しのぎを削る受験者の気持ちは複雑だ。 夏休み前に難関大への合格が約束されているかのような状況に不公平感を持つ高さんが少なくないというのだ。久人様が飛び抜けてできるというのなら、どこからも文句は出ないのでしょうが、そうした話は伝わってこない。平均的な成績の生徒が東大に合格することはあるが、この経営者が運営する塾からは地区付け中、公へ何人も入学しており、保護者たちからも情報が入ってくる。 寄せられた情報を総合すると、久人様はごく普通の生徒との評価。超進学校の築付け高から平均的な成績の生徒が東大に合格すること自体は珍しくないが、ギリギリまで奮闘しての結果である。それは推薦入試も同じだ。枠が限られている分、一般入試よりかえってハードルが上がっている意味もある、という、驚愕の築付け高に与えられている東大推薦枠は4人、男、 女格三人いない。ここ数年、推薦での合格を目指す受験者が不、築付け高を含め各校で熾烈な戦いが繰り広げられている。現在の落ち着いた様子から、すでに久人様はこの枠に入っているか、別の大学への推薦について感触を得ている可能性が高い、都塾経営者は見る。東大推薦入試では10月中旬以降、 受験者本人がインターネットで入学志願表を作成し、その情報を登録する。そして11月上旬、高校が人数を上限以内に絞り込み、学校長の推薦書を添えて出願する。全出の塾経営者は、まだその段階に来ていないのに、久人様はいずれかの大学の推薦枠にリストアップされているのではないか、という、久人様が発表したトンボ論文の評価は聞いている。 研究実績が物を言う推薦入試だけに志願者に選ばれて当然なのでしょうが、と釈然としない気持ちを吐露する。前出の宮内庁法 B は、後期を求めすぎているのでは、と心配し、秋人上皇の例を挙げる。学習院大2年の時、秋人様は天皇の名題として越国女王の戴冠式に出席するなど、欧米各国を歴訪。 半年以上に及んだため大学の集積日数が足りなくなり退学を余儀なく去る。以降は超高生という形で授業に集積した。この理不尽な扱いを秋人様は起こることなく、そのまま受け入れた。一方、秋篠宮様や紀子様は、特別扱いを意志としない、としながら、現実は逆行している、特内庁報便は苦言を呈する。 久人様の進路に世間の目が集まっているだけに一層の新調査が求められそうだ。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。これだけ多くの憶測記事が出てしまっているので、いっそ大学へは進学なさらず池の改修工事を中止して引き続き池の周りの気象生物の研究をされたらいかがでしょうか。特権化はわかりかねますが、すでに名だたる研究者たちと組んで調査されているようですし、 一つの大学の研究室よりは特権なりを生かして、所属なしに様々な分野の研究者たちとお会いして探求していく道も良いのではないでしょうか。どうしても東大というのであれば、豪邸の玄関前に、東大、都自作の看板をお作りになれば良いと思いますよ。建てたばかりの豪邸なのに追加工事されるとのことで多少の材木の端なんかは入手できそうですしね。この笑顔、自然に出たとしたら良い笑顔ですね。 とんぼでも何でも、お好きな道に進まれてもよろしいのでは、高卒でもいいではありませんか。そして一宮家として天皇家をずっとお守りください。何事も隠し続けるのは無理があります。国民は温かい目で受け入れますよ小笠原作文は仮作を取られたが、賞を目指す作文でその条件である引用の名器を見落とすなどありえない。本来その時点で失格ではないのか。 さらに後からの訂正は不可とされていたが、私的に感謝の一言で済ませてしまった。これを誰も平等だとは思わないし、引用もその範囲ではないと感じた。主催者側からの取り消しは難しいと分かっていながら、判断を主催者側に預けた。築付け推薦の決め手になった賞を辞退することもかなわなかった。そして日本のトンボの第一人者。 権威である方を二番手に従えての学術論文で推薦枠東大進学。国民には特別扱いしか意思としない、年が伝わってこない、私にも子供がおりますので、大学受験の大切な時期に成績が記事になるなんて本当に気の毒なことだとは思います。だから学習院があり、一般的な試験を避けられてきたのかな。 と思いました。ご自身なのか、親御さんなのかはわかりませんが、このような立場の方が、一般的な試験を受けられることに決めた以上、このような報道が出ることは避けられないと思います。周りの方々は忠告しなかったのでしょうか。夏休み前に難関大への合格が約束されているかのような状況に不公平感を持つ高さが少なくない、かつての筑波大付属の入試を思い出してしまいました。 東大や京大などの推薦制度は、本来一般入試を受けても余裕で合格できるくらいの学力が備わっている受験生のためにあります。実際に、共通テストも余裕で9割、中には満点近く得点する受験生もいます。その意味では、学者の協調合否の判断材料に用いるのにもかなり無理があります。不自然な方法で国立の東大へ入学されたとなれば、 国民は何に対して敬愛すればよいのでしょうか。かつて文化大臣だった萩生田氏が平民の受験生に対して身の丈発言をしましたが、将来国民の象徴になられるのであれば、身の丈に合った大学をお選びになられるべきではないでしょうか。8月に京都で開催される国際昆虫会議、そこで例のトンボ論文がポスター発表されるそうだが、発表者が国立科学博物館の生託屋氏だという、 トンボ論文の筆頭執筆者である久人さんが、お得意の英語を駆使して世界中から集まった研究者を相手に質疑応答を行えばよいでしょう。そのプレゼンテーションが成功すれば、難なく東大推薦枠に入ることができるのではないでしょうか。たとえ地区府でも、学年で普通の成績では推薦は狙えませんね。ところで国民は本人の声さえろくに聞いたことはありませんが、 なぜそんなに報道が規制されているんでしょうか。ちなみに年の宮様の人気が特に上昇したのは、青年式の記者会見だったかと思います。その多様の誠実さ、可愛らしさが本当に印象的でした。別に成績がいいとか頭がいいとか全然アピールしてないのに、国民がみんなトリコになってしまいました。その人となりが見えなければ、どんなに素晴らしい学歴や経歴をお持ちでも、 親しみを持てないものです。つまり、久人くんは人前には出せないような方なので、必死で学歴などで白をつけようとしてるんですかね。学力があるに越したことはないですが、いわゆる偏差値とか成績のレベルすら、我々一般の国民が推察し得る状況に至る、興味の対象となること自体、今までの皇室にはほぼありませんでした。一部成績が芳しくないとの噂はありましたが、 そこまで降りてこられるならば、とことん一般社会での競争を経験されるのがよろしいと思います。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。